世界への皆さん、こんにちは、こんばんは。はい、こんにちは。テヤテヤチャンネルです。はい、うん、ですな。はい、じゃあ、大脳って誰だ。大脳、本日のお題をお願いいたします。はい、はい、今回は、うん、サロン選びのコツ。サロン選びのコツ、はい、何を決め手としてサロンを選んでいくか、まあ、ヒーリング受けるにしても受講するにしても。お前話さなかったっけかね。なんかどっかで話したような気がするんだけど、うん、遠い記憶にある。まあ主題になってなかったのでいいかなって思って。ああ、わかりました。やっぱりね、一番最初に目につくところ、まあ今こんだけね、インターネットが普及していて、もう誰でも、まあ持ってない人が、もうまずいないんじゃないかっていうぐらい、スマホとかパソコンとかタブレットとかいろいろ、皆さんね、必ず一台は、ほぼほぼの方持ってると思うんですよ。うん。うん。で、やっぱり、一番最初ね、目につくのは、まあ綺麗に飾り立ててあるところですよ。ホームページとか見るんで、まあそれはそうだよね。ね、ここはそうだよね。で、広告打ってるとことかね。そうそう。で、最初はやっぱり、あ、ここってで書いてることもそれ相応にのことも書いてあると思うんで、どこも、うん、やっぱりパッと見て、やっぱりまず見た目だと思うんですよ、うん、で、見た目で見て、で開いて、で内容を読んで、うん、っていう人もいれば、内容を読んで、あー、ここいいな、うん、もうここいいなって一旦思う、うん、で他にもちょっとあるかもって探してみて、あ、ここ、うん、っていうようなところもあるのね。それに当てはまるのが大体うちでして、うちはほらすごくこうね、なんだろう、すごくおとなしめじゃないですか。まあホームページもそんなに飾り立ててるわけでもなく、うんうん、特に宣伝打ってる、そんなにはやってないよね。そうですよね、うん、だからパッと見はまずその見た目、うん、でその次に内容ってなるんですけれども、他に探した時点で内容を見てないんだけれども、うん、ふっと見てさっきまでの、あ、ここいいなっていうのが消し飛んで、ここってなる場合ってあるんですよね、うん、それってもうその大体は自分の意識で決めたって思ってる方がほとんどだと思うんですよ。うん。うん。でも実際は、確かにね、その人の意識なんですけれども、うん、意識を動かされてる状態。うん。もう要するに、その、もう皆さんのね、後ろにいらっしゃる方々、ね、もう上の方たちなんですけどもね、うん、が、お前そこじゃないよ、こっちだよ、って、意識にね、働きかけてるんですよ、うん、の結果自分で、あ、ここって選んだ気になってるんですけれども、実際のところはもうそれはその方についてくださっている、うん、もう上の方が、お前はそっちじゃない、ここですっていう感じで、その方の意識に働きかけてるんですね。で、意識に働きかけてるからこそ、自分でもあ、やっぱりここよりここがいいっていうふうに思ってしまう部分もあるんです。うん。うん、で、例えばね、そうですね、僕たちなんかもイベントにね、出展させていただいてるんですけれども、うん、その中で面白いことに、ほとんどの方が、そうですね、まあ、スピリチュアル系のイベントとは別にね、いろんなそのマルシェ的なイベントなんかにも何度か、過去にもあるし、今回、直近でもあったんですけれども、占いではなく、そうですね、僕たちはどちらかというとその方にとって必要なアドバイスだとかヒント、もしくは答え、まあそれも僕たちが直接出すのではなくてカードが出すとかね、あとは意思関係の方でね、うん、物販と、まあ、僕のヒーリングを合わせて一つで出展させていただいてるんですよね。イベントはね。そう。うん、で、その関係でね、石を販売するにあたって、例えばその石手渡すときにね、じゃあなんでこれが必要なのか、みたいな、そんな話になって、うん、で、そうした方たちっていうのが、掃除っていうのは、普段、占ってもらおうっ
ていう気は一切ないですとか、占いに一切興味ないですっていう方たちが8割ぐらい。で、僕どうしても気になって、もう本当にずっとさっきから気になってたんです。僕普段こんなことないんですって言われて、あ、そうなんだね。もう、で、やっぱりこちらで一通り、見させていただいて、お話しさせていただいて、で、もちろんその方のね、上から下までチャクラきっちり見せていただいて、今あなたこうこうこうでこういう状態ですよね、ああですよね、こうですよね、なんて言うと、どっかで会いましたっけなんで僕のことそんなに知ってるんですかとか、なんで、私のどこ見てるんですかみたいな。なんでそこまでわかるんですかって言われて、まあ、そうね、特に私たちの場合占いじゃないんで、名前も聞かなければ生年月日も聞かないし、そう、何も聞かないで、あれここってこうですよね、ああですよね、こういう性格ですよね、ああですよねって話をただこう会話の中でただポロ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 していくので、余計にそう、あれ知ってる人みたいな、もうけげんそうな顔して私さっきそれ占いの人に言われたばっかりなんだけどとかって言って、いや別にあれで、その方も出てるけど、僕その人と知り合いじゃないもんで、別にネタすり合わせでデータもらってるわけでもないからねとかって言って、いやいや、それわかるけど、なんでそんなにわかるんですか、全く同じっていうか、それ以上のこと言われててっていう話なんですよね。じゃあ僕たちが今までここまで話した中で何が言いたかったかっていうと、もうこれはお互いのね、上にいらっしゃる方、まあ後ろについてる方ですよね、が今日うちの子を行かせるようにするから、オタクの人にちょっとオタクの子にね、うちの子ちょっと見させてもらえないかと、見てやってくれないかと。だから私の言いたいことを代わりに伝えてあげてよっていうことね、本人はまあこう霊気を習ったりしてなければね、なかなかこうきっちり受け取ることができない。後ろの人とか上の人が言ってることをヒントとして受け取ることはできるけども、こう言葉にして、あなたはこうだよ、ああだよ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうのを本当は言いたいけど伝える術がない、でそれをまあ、ここら辺にいるこの人の後ろの人とか私の後ろの人たちを使って、ここから伝えてくれと、私の言いたいことを伝えてくれっていうために来ている。そうなんですよね。だから言うならば、もう上同士で、もう打ち合わせがなされてて、で、話す僕らはその打ち合わせの外、蚊帳の外にいるっていう状態で、でパッと見て言うならばその打ち合わせの部外者で、部外者扱いなのに実際伝えるのは僕たちであって、後ろにもう台本があって、そうこういうことを言いたいからあとよろしくねみたいな、そうわーって言って、やっぱり肉体持ってないんでね、だけど僕たちは肉体があるから相手に対して伝えることができるのであって、で相手も一度も過去すれ違った記憶すらもないぜっていうね皆さんそうなんですけれども、でそれに対してそうした方たちが必ず言うのは、これって運命なんですかね、今日来るっていうのは運命だったんですか、って言うんですよ。いや運命じゃなく、もう運命どうのこうのっていうよりも、もう初めから決まっていたこと、もう仕組まれていたことも上同士がお話しして、さっきもお伝えしたように上同士がお話しして、うちの子ね、ちょっとこういう状況だから、なんとかお宅のね、お子さんにね、お話ししてもらって、それでなんとか理解してもらって、なんとかいい方にね、行けるようにしてあげてもらいたいんで、お宅のお子さんに頼んでもらえないかな。で、僕らのね、後ろにいる方たちに、ああ、いやいや、じゃあ、うちの子そちらに言わせるから、来るようにして。じゃあ、結論何って言うと、いかにその、あ、今日行ってみようとか、そうしたものを素直に受け取るか、そのようにするか、っていうと、もうこれは前回のお話の続き的なものになっちゃうんだけど、直感ひらめきに当たるんですよ、これ。一つのくくりっていうか枠としてはね。とすると、それを僕たちは大事にしてもらいたい、育んでもらいたいって前回お伝えしてると思うんですよね。それをやることで、その、流れてくるっていうかね、そのパイプはどん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 太くなっていく、結果それはただの、ささやき耳打ちだけでなく、明確なビジョンとして頭にポンって何気なく浮かぶ時もあるんですよね、そうだから、そうしたのを
なんだろうな、第一印象というか、うん、うん、直感だよね、あ、今日行ってみようって思ったんだったら、うん、もうそれ行くタイミングであって、でその行くタイミングっていうのは言うなれば上の方たちが行けって言ってる時なんでぜひぜひそうした時は行動に移してもらいたいんですよね、うん、多分それまでに多分いっぱいねヒントを出してくれてるんだと思う、アドバイスをしてくれてるんだけど、なかなか受け取らないなこの子みたいな、うん、なかなか気づいてくれないな、まあもうしょうがないな、生きてる人間を使おうかっていうことになるんだよね。そうなんですよ、いっぱい多分ヒントを投げてくれてるんだけどなかなか受け取らないで、うん、気づいてくれない、うん、じゃあもう生きてる人間喋らせて言葉で伝えてもらおうか次は、うん、でまたそれを受け取らないとまた次の行動に多分出ていくんだけど、そうだから何だろうな、例えば一度体験会に来て、うん、それで、うん、やっぱりどうしようかなと思って、ま、自宅に帰って、うん、やっぱどうしようかななんて思ってふっと何気なくスマホ見ててやっぱ行こうっていきなりなったりとか、うんうん、っていうことはもうその人にとって、学ぶ必要性がある、身につける必要性があるからっていうことなんですよね。もうそこまで強制的にっていうのは、うんうん、でそこまで様々なヒントを与えている、アドバイスをしている、うん、で答えもうほぼその人にとっての答え的なものも出している、うん、っていうのはもう全部後ろでね、もうずっとああだよこうだよってずっと言ってるんですよね。でそれは直感ひらめき的なものでポンポンってあるんだけれども、なんとなくそのやっぱり自分が今までね、生まれてこの方ずっと身につけてきた知識、うん、だとかそうですね、技術そして経験、そうしたものが一つの、ブロックとしてドンって置かれてしまって、でそれによって、うん、でもなってなってしまう部分もあるんですよね。自分で自分に壁を作っていくんですね、うん、そう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 、だからこの前のねちょっと話戻っちゃうんですけど、マルシェのお話にしてもそうですし、うん、そのサイトじゃないや、あサロンを選ぶっていうのもそうですし、うん、これっていうのはあここって思ったところがその人にとってはもうそこなんですよ。うん、うん、それはもう上の方たちがお前はそこじゃないここだって言ってるんで、それを素直に受け取ってそれに従ってもらうと、その方はもっともっとより明確な情報がどんどん入ってきます、うん、流れてくる、うん、でビジョンでも見えるようになるんです。それをもうそれっていうのはもういわゆる直感ひらめきの域をもう超える状態になってくるんですよね、うん、っていうのはそれだけ信用すれば信用した分信用された分ですよね、うん、上はもっともっと答えようとするんで、うん、そうなのでもう例えばもうマルシェでもあこうあうんこういうのあるんだちょっと見てもらおうかななんていうのがあったらもう即座にそこでお願いする。で例えばそこでちょっとあうんまあなんとなく分かったけどふーんなんて言って別のとこ回ってここ気になるって思ったら、うん、そこで見てもらう、うん、うん、そしたらさっき言われたことと同じようなことを言ってる、でも別にこの人占い師でも何でもない、え、でもここまでわかる、え、どうして、もうすり合わせができてるっていうのかな、最初に、うん、まず最初に言われていること、あえて最初に言われていることが自分の中であるじゃないですか、うん、でこちら側としては占ってもないんだけれども全く同じことを言っているっていうことはもうその人の中ではこういうこと言われたからここ気をつけなさいよ、うん、でここでも同じこと言われているああなるほどね、基本的なデータをまず自分自身が渡されてるわけなんですよ、占ってもらうことによってね、うん、うん、でその基本的なデータっていうのも自分の中で持っていて、うん、でこちら側から今度言うとその自分の持ってる基本的なデータとすり合わせが始まってさっき言われたことと同じだ、ある意味だいぶその人はきっと多分慎重な人なんだよね。
一人に言われただけじゃダメだから、そうとりあえず一回こっちで同じ話をして、でもう一回次にこっち側に来て同じ話をしてくれれば、二人から言われたら信じるだろう、うん、うちの子多分みたいな。そうそうなんですよ。そこまで上の方たちはちゃんと考えて、うん、それで行動するように、うん、ああだよこうだよってずっと言ってくださってるんですよ、うん、なのでもうサロン選びにしても、うん、そうですけれども、まず第一印象ももちろん大事、うん、うん、選ぶ中でね、うん、その見た目っていうのかな、その人の思考というか好みもあるんで、うん、第一印象も大事なんです。だそれはそれで一つの候補として取っといていただいて、それは構わないんですよ、うん、ただそこで一発目で、決めるのではなくって、他にも探すことを僕はお勧めします、うんうん、そういくつか見た中でどうしてもこれだなって引っかかってくるものがあると思うので、うん、ここがいいんじゃないかな。そうで、その中であここだっていうところがあったらそこに決めてくださればいいと思うんですよ。もうまず間違いなくそうすると第一候補で取っておいたものって、あれさっきのどこだったっけっていうぐらいにどっかにポーンって消し飛んでるんで、第一印象も大事なんですけれども、それで全てを決めるのではなく、うん、いくつか見ていただいた中で、でああここだっていうところがあったら、もうそれはそうそうそこそこそこ違う違う次次次あそれみたいなので教えてくださってるんでね、それに沿ってやっていただいた方がいいのかなと、うん、うん、もうそのね聞き取る声、声を聞き取るその力というか、その聞き取るのを大事にしていただくっていうことは、これ括弧して聞き取るのを大事にする括弧直感ひらめきなんで、うん、なのでそれをもっともっとね鍛えるというか、成長させる、うんうん、ことにもなりますのでね、うんうん、なのでそんな感じでサロン選びをやっていただいたりとか、例えば、もうそうですね、今コロナもコロナ禍ではあるんですけれども、だいぶそれでもね、いろんなところでイベント等をやるようになっているんで、うん、そんな中で、まあ、せっかくなのでということで出歩いてみて、まあ、もちろん行けっていう話じゃなくてね、うんうん、まあ、たまには気晴らしで、あそういやこういうのもやってるんだふーんなんて思った時点でもうそれは行きなさいよ行きなさいよって後ろで言ってるので、うん、で、まあ、出向いてもらって、あこれいいな、ちょっとこれ聞いてみよっかな、いやでも第一印象じゃなくてちょっと回ってみてからでも遅くないかみたいな感じで、ぐるーっと一周回ってみてもらって、うん、やっぱりさっきのとこだなと思ったらそこに行けばいいし、あさっきのとこ、どこだったっけ、あちょっとこっちの方がいいなみたいなのがあったらそこで見てもらえばいいと思うんです、うん、もうそのなんだろう、自分に合った場所相手っていうのはもう上の方たちがもう全部もう抑えてるんでね、うん、うん、必ず行けよみたいな感じで、うん、なのでそれに即してやっていただけばもうまず間違いない。そうね、うん、先に勝手に予約されてるんだよ。そうもうリザーブルみたいな感じでねそういつとは言わないけど予約がもう入ってる状態になってるので、だから運命、これって運命ですかねって必ず言われるんですよ僕たち。運命っていう言葉をね結構やっぱみんな好きなんだろうね、うん、なので、うん、運命っていうよりももっと言っちゃうね、仕組まれてるこれ最初から、うん、もうここに来るのもそうだし、だいたいもともとこういうのって出歩かないんでしょって言ったら、うん、でも来ようと思ったんでしょなぜか、うん、それでああスピ系ねふーんちょっとお願いしようかしらと思っちゃったわけでしょ仕組まれてる、すごく納得いったみたいなね、なんで自分がここに座ったのかもよくわからないみたいになっちゃうね、うん、途中でね、うん、で皆さんね、ご理解いただいてかつがね、うん、ご満足いただいてそれでお帰りいただいてるっていう状態なんですよ。それはうちだけに限らず他のところもそうなんですよね。そうだね、うん、合う合わないがねもちろんあるから、そう、うん、なのでもう本当に何度も言います、第一印象だけで決めるべからず、うんうん、でも直感を大事にする、そう、うん、それはそれで
候補として取っておく。あとはもう直なんだろうな、探した中での直感、うん、あここだと思ったらもう絶対そこ、絶対って言葉は僕はあんまり使いたくないし好きでもないんだけど、でもあえて、ここで使わせてもらうとしますけど、うん、もう絶対そこ、間違いなくそこ、うん、そうね、うん、そうですね、もううちに来られる方はもう8割9割って言ってしまおう、9割じゃないな、うん、もうほぼ全員だよね、全員と言ってしまおう、今までおいでいただいた中で、うん、もうここしかなかったとか、他のとこ見てあここいいなって思ったけど、うん、他にないかな、あここにしようってなって、で最初に探した、最初に見たとこどこだっけ、うん、みたいなのとか、うん、うん、っていう方たちばっかです、うん、とまあそんな感じですかね、うん、今回だから第一印象で決めるべからず、あとはここだっていうのがあったらもうそれに従ってくださいそれがあなたに今一番合っていて、あなたにもあなたが最も必要としている、言葉、うん、エネルギー、そうしたものを得られる場所です、うん、もうそれは間違いありません、うんうん、なのでそうしていただくのがもう一番だと思います、もうベストです、うん、とまあそんな感じでいかがでしょうか今回は。はい、はい、で、恒例のそうですねエネルギー流しといいますか、うんうん、やろうかと思うんですけれども、うん、まあまあいつも1分ですけれども、せっかくなのでなんとドドンと2分かよって話なんだけれどもね、結局2分なんだそう、そこに落ち着くんかみたいな、うん、せっかくですのでまたちょっと2分ほどね、うん、流そうかなと思います。どなたにでも合うエネルギーを僕の方でちょっと流そうかなと、もうお任せですよ、うん、うん、もう霊気の一言でもうお任せのエネルギー入るようにしちゃうんで、はいはい、でどなたでもね、あーっていうのも、じゃあ上に決めていただいて、そうです、はい、はい、じゃあちょっとつながりますんでね、はい、お待ちください、はい、まずちょっと右からね、ほな行ってみましょうか。寒気がした。寒気って言うなや寒気って言うなや、そわそわ言うなや、今めっちゃそわそわ、はい、すいません、痴漢みたいじゃないか俺触ってないのにね、ね、そのエネルギーワークで痴漢ができますみたいなさ、やめておくんだまし、失礼した今、うん、います、はい、いやーゾクゾクする、なんか右が好調なようだね今日、なんか、あ今日いいね、うん、じゃあ続いて、左、はいはいバキンっていう肩がこればっかりはちょっと霊気に関係ないもんね、肩があのどっちも全然いいと思います、どっちもいい？うん、どっちでもいいかも。じゃあ、右で行きましょうか。うん。よくしようか。急になんかおじいちゃんになっちゃう。最初に言いますね。うん、僕の動きが早すぎて今の動きは遅かったの。残像ね。残像。うん、うん、だからこう動きがスローもね、もう本当はものすごく素早く動いてるけど皆さんには残像に見えてる、うん、はい、ちょっと待て余計なこと言っちゃった、はい、うんうんうん、よし、こんぐらいでいいかな、はいはい、よーいドン、
本当は僕もここ特に使ってるんですよ。分かった、もういいよ。残像はい、はい、とまあ、こんな感じでですね、はい、2分ほどエネルギーをね、もうこの動画を見ている方、方々にとって最も必要とする、エネルギーを、霊気エネルギーをですね、入れさせていただきました。で、先ほどもお伝えした通り、やっぱりその普段ね、あまりこう休むことができない、忙しい方、もう久々にね、もう本当にゆっくりしようかっていう感じで、で、たまたま開いてみた、YouTube をね、たまたま開いてみた、そうしたところ、たまたま、この動画とね、この動画があった。で、なんだこれみたいな感じでね、見ていただいて、へーふーんなんてて、それで、あ、何こういう、あ、エネルギー、本当ふーん、どんなのみたいな感じでね、あ、なんだこれっていうようなこともね、あると思うんです。うん、で、もう、そうした方たちっていうのは、もう普段、見ないチャンネルがポンと出てきたとか、もう大体ほら皆さんチャンネルなんかもね、一つ自分がこういうの好きだよっていうと、それに関連したものが出てくるじゃないですか、うん、大概は、うん、ところがどっこい全く紐付けされてないような、関連付けされてないような、そうした動画が動画として出てきた、たまにあるね、そう、うん、としたらばもうそれは今の自分にとって、得るものがある、うん、うん、であるがゆえにそれが出てきたっていうことで、素直にね、ちょっとそうしたものに対して目を通していただきたいんですよね、うん、うん、それによってね、あ、こういうものもあるんだって得ることもできるんで、なのでぜひぜひお受け取りいただけたらなと思います、はい、とまあ、これにて本日のてあてあチャンネルは終わりとなります、はい、とまあそんな感じのあれだね、うん、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。お願いします。ドーン。というわけで、てあてあチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。指さすとエネルギーが飛ぶって言った人いたよね。車止まるって言ってたよね。うん、そりゃ止まるだろ。びっくりしてブレーキ踏むもん。ははって。突然隣の車の人にさ、ふってやられたらさ、へってなる。止まるよね。キーって踏むよねって。うん、車は止まんないな。車を止めちゃうね、人がね、ブレーキ踏んで ね、うん、これ飛ぶんだって、エネルギーが。あ、右じゃない左でちょっとやる、ドーン、飛ぶのかな、止まったこれ、止まんない、止まんない、順調に録画してない。じゃあもう一回、ドーン、ダメだな、止まんねえや。止まないと思う、ね、うん。